日常、日常、日常、日常は、荒井慶一による日本のギャグ漫画、角川旧角川書店の月刊少年エースにて2006年5月号から、同年10月号にわたり、読み切りを連載したち、同年12月号より同紙で連載を開始した。4コマナのエースにおいてもボリューム1より連載された。2011年4月から9月まで、テレビアニメが放送された。 2015年3月、日本のポップカルチャーの代表を国民投票で決定する読売新聞社主催のすごいジャパンの初代グランプリが12日、都内で行われた授賞式で発表され、日常が漫画部門の第6位に選出された。自定高校を中心とした不条理な日常を題材にしたシュールな作風の漫画で、登場人物の多くが非常に個性的、 かつ変わった言動を繰り返し、奇想天外な出来事の続発に翻弄されるのが貴重。ストーリー、ショートギャグ漫画版、4コマ漫画版の双方が存在する。登場人物のせいに、群馬県内の実在の地名が多数用いられ、群馬県ローカルな名物の一つ、工芸カルタが作中に登場するなど、群馬出身の作者らしい、ご当地ネタも多い。 声は OVA テレビアニメ版での担当声優。前述のように群馬県の地名等が名字に使われているキャラクターが多い。それだけでなく全国の地名、駅名なども使われている。本作品の主な舞台となる県立高校。読みは時定め高校で自転車に所在する。教育方針としては生徒の自主性を重んじている。 単行本にカンカバー裏。年に一度風船を飛ばす行事がある。モデルは作者の荒井慶一が卒業した群馬県立伊勢崎商業高等学校である。主に、フェイ王国に住んでいる人々。この国ではカタカナに応戦を一本足したような文字が使われているのがわかる。ゆっこの夢の中に出てくる人物のはずだが、現実の上空で飛行船上の飛空船に乗って、 地球旅行をしている。その名の通り、フェイ王国の兵士たち、ドルフと共にクーデターを起こしたが、ドルフの死後は、本来の兵士に戻り、スターラビメのわがままに振り回されている。姫を楽しませるレクリエーションで機嫌を損ねさせると、足元に突如出現する穴から落とされ処刑される。基本的に顔は見えず、それぞれ正面に、数字、役職についているものは、 文字が入った帽子キャップを被っている。兵士といっても武器等は携帯しておらず武装もしていない。いかに代表的な兵隊を挙げる。アニメ版において他の兵隊は主に竹内涼太、宇田博士が演じている。自邸新聞と大工新聞が幅を利かせるとき帝氏に革命を起こそうと総統が立ち上げた新聞社。読みは天川新聞。 現在の顧客件数は6件。新聞社の人物は、全員、服装、表情ともに、時代劇のような表現がなされている。この見た目のため、周囲の人々からは怪しい恐ろしい集団として、見られることの方が多く、悪魔のようなデフォルメをされて描かれることもある。二巻に収録されているプロトタイプ版の登場人物、原作者の荒井慶一が、月刊ニュータイプや非売品の、 コミック通信、角川書店発行において連載していた漫画作品。日常本編に登場しないキャラクターの話が多いものの、日常のメインキャラクターも登場しており、アニメにおいても話数により挿入されている。2011年7月26日に単行本が発売された。日常では、関口ユリアが読んでいたり、本の裏に、 映画化決定と書かれたりとネタにされている。アニメでは日常のキャラが登場する話、ティコマートなどはアニメの本編に組み込まれた形になっているが、それ以外の話ではタイトルが冒頭に付加される上に作画も異なる。単行本はすべて角川書店より角川コミックスエースレーベルとして刊行されている。カバーの表紙には、 その巻にあるネタがいくつか散りばめてあり、さらに裏表紙折り返し部分には一部が変化している。例、三巻カバー表紙には竹の子が並べられているが、裏表紙折り返し部分でそのうちの一本が成長して、竹になっている。また、カバー下の表紙には、登場するキャラクターや、事物の紹介などが掲載されている。全10巻。2009年12月配信、更新開始。 2012年9月末日のサービス終了に伴い、配信停止。Amazon Services International Inc. が販売。対応端末は、Kindle 電子書籍リーダー、Kindle Fire Tablet、Kindle 無料読書アプリ。対応端末は、電子ブックリーダー、Android、iPhone、iPad、1から9巻を配信。配信日不明。コンテンツ形式は、ブック。 対応端末は、リデ w オ、n d o w s b o o k iOS、Android、ブラウザ。対応端末は、リーダー、プレイステーションビタ、a a n d r o iPhone、iPod、iPad。対応端末は、Windows、Mac、iPhone、iPad、iPod Touch、Android、Windows、Mac は、ブラウザ版ビューアーのみ。それ以外の端末は、ブラウザ版ビューアー。 専用アプリでの閲覧が可能。対応端末は iPhone、iPad、Android OS 搭載端末、スマートフォンタブレット。対応端末は Windows、Mac、iPhone、iPod、iPad、Android、Windows Phone、Wind フォンブラウザがく読み、1から9巻、1から5巻セットを配信、配信日不明。対応端末は PC、iPhone、 アイパド、アンドロイドスマートフォン、アンドロイドタブレット、アンドロイドタブレット台。2011年4月から9月まで、独立局などで放送され、2011年10月より一部独立局にて、再放送された、第1話から第13話まで。さらに2012年1月から3月まで、全26話を、全12話に再編集したものが、NHKE テレで、 日常 E テレバンとして放送された。声優陣は、従来の京都アニメーションの配役方法同様、メインキャラクターに新人、若手声優が、その他のサブキャラクター、特に平王国のキャラクターや次回予告のナレーションに、中堅、テラン声優が多く起用されているが、本作は、プロダクションエースが、キャスティング協力していることもあり。 同社所属の若手声優を中心としたキャスティングがされた。ロケーションに原作者と縁のある群馬県伊勢崎市の実在の風景を多く用いている。作中で時折挿入されるナレーションは銀河万丈が一言あど言葉でのナレーション、エンディングのテロップなどでは言葉お姉さんの役名は皆口優子が担当するが次回予告のナレーションは 毎回違う声優が担当している次回予告を参照。再放送版の最終話ではご提供テロップの前に主要担当声優4人が顔出しで日常の再放送をご覧いただきありがとうございました。またお会いできる日を楽しみにしていますとお礼を言う映像が流された。各話は単発のエピソードが連続する形で構成されている。 E テレ版は再編集の形をとっているため、エピソードの収録順が大きく変更されているほか、TV 本放送に限らず、ブルー、レイディスク、DVD の収録作品も盛り込まれている。テレビアニメ版は、ブルー、レイディスクや、DVD などのパッケージがあまり売れず、映像ソフトとしては、大きな商業的成果を残せなかった一方で、E テレ版の放送に対しては、 大きな反響が寄せられた。民放で一度放送されたテレビアニメが NHKE テレで放送されるのは異例のこととして紹介され、さらに E テレ版最終回の放送11日後である4月9日までには放送年と同じくして NHK のホームページに新設された再放送要望受付ページに33件の要望と総数のべ4000件を超える賛同意見が 届けられ、それを受けて、急遽2012年6月に再放送が行われた。この再放送要望を受付ページで、初めて要望が採用され、実際に再放送することが決定した番組である。なお、当作が前例となった、民放 UHF アニメの NHKE テレでの、日本全国再放送は、2016年1月期に、ラブライブ、第1期でも実現している。 次回予告には専用 BGM と本編の一場面、本編に登場したものなどの静止画が使われ、ナレーションは毎回違う声優が静止画のものになりきり、名前、役名を名乗って行っている第3話と第16話の回予告では名乗らなかった。予告といっても静止画のものに関することを話した後に、次回のサブタイトルを言うだけで、内容には一切触れていない。 E テレ放送時には次回予告はない。サブタイトルは公式サイトでは日常のダイエックス話、K アニサイトでは各エピソード表記となっている。ブルー、レイディスクは特装版と通常版、DVD も特装版と通常版と K4 系統で発売された。各巻には収録で全13巻。発売元は角川書店、販売元は角川書店と京都アニメーションの共同である。 特装版は、サウンドトラックとラジオの再編集版を収録した CD、提供バックイラストステッカー2枚、日常格言絵はがき等が収録されている。通常版との共通特典として、ブックレットのほか、音声特典のオーディオコメンタリーや映像特典のロケハン映像、BGM レコーディング映像、TV 未収録のオリジナル次回予告映像等が収録されている。 E テレ放送版、全12話を収録。発売元、販売元は共に、角川書店。価格は12,600円、税込み。仕様は、キャラクターデザインにシやふとし,しの描きおろしイラスト、仕様の収納ボックス、2枚組トールケース、本編3枚、特典映像1枚の、全4枚。封入特典として、4ページカラー解説書、荒井圭一。 ゆっこ役の本田まり子、シノのメ・ナナ役の古谷静香が描いたスケッチイラストポストカードが付属している。特典映像としてー、e、テリバンのプロモーション映像と番宣スポットの他新井慶一プロデュースの実写映像番組ゆっこタイナの空前の大決戦が収録されている。ゆっこタイナの空前の大決戦においては提示された指示より ゆっこ役の本田真理子と名の役の古谷静香が様々な対決を行っている。品番はカバマイナス98202012年11月30日発売。本放送全26話に加え、大令和も収録し、全27話分を収録している。令和は初ブルー霊化である。発売元は、販売元は共に角川書店。仕様は、ブルー。 レイボックスと DVD ボックスと共通して原作者洗い k 一による描き下ろしジャケット、原作洗い k 一によるイラストポストカードが3枚が新規に収録され、そして16ページ分のカラー解説書と描き下ろしのボックスが付属する。ブルー、レイボックスは2層ディスク5枚で、アマレイ BD ケース2本組構成。DVD ボックスは片面2層のディスク5枚で、トールケース2本組である。 特典映像として、シリーズブルー、レイディスクや DVD に収録された、ノンテロップ OP&ED、パイロット映像、テレビ CM スポットが再録されるほか、オリジナル次回予告が再録された。また、音声特典として、全26話分のオーディオコメンタリーに加え、第0話に収録された、オーディオコメンタリーも再録された。価格は、ブルー。 レイボックスは34,650円、税込み。DVD ボックスは28,350円、税込みとなっている。発売元はランティス。2011年7月6日に発売された。シノノメナノのキャラクターソングであり、劇中で七役を演じる、古谷静香が歌っている。全作詞、作曲、編曲、全。 山田健一、2011年7月6日に発売された、博士のキャラクターソング、劇中で博士役を演じる、今野博美が歌っている。前作詞、作曲、編曲、全、山田健一、2011年7月6日に発売された、坂本さんのキャラクターソング、劇中で坂本さん役を演じる、白石みのるが歌っている。前作詞、 作曲、前、山田健一、編曲、板垣祐介2011年8月10日に発売された。長野原美代のキャラクターソングであり、劇中で、長野原美代役を演じる、藍沢舞が歌っている。前作詞、作曲、前、山田健一、2011年8月10日に発売された。愛織優子のキャラクターソングであり、劇中で愛織優子を演じる。 本田真理子が歌っている。前作詞、作曲、編曲、全、山田健一、2011年8月10日に発売された、水上舞のキャラクターソングであり、劇中で、水上舞を演じる、トカシミスズが歌っている。カップリングには、ヒャダインのカカカタカタ思いしーのイバージン、舞のカカカタカタた思い本が収録されている。前作詞、作曲、全、 山田健一、2011年9月7日に発売された笹原孝二郎のキャラクターソングであり劇中で孝二郎を演じる河原義久が歌っている全作詞作曲全山田健一、2011年9月7日に発売された立花美里のキャラクターソングであり劇中で美里を演じる堀川知花が歌っている前作詞作曲 前、山田健一、2011年8月24日に発売された。日常のキャラクターソングその6と同じく、水上舞のキャラクターソングで劇中で水上舞を演じる、とかしみすずが歌っている。日常の街は、白石みのるが出演する日常のブルーレイ、DVD 映像特典、探検惑研日常の街のテーマソング、大徳明王のテーマは、タイトル通り、 水上前は大好きな大徳明王のイメージソングとなっている。なお作詞、作曲はどちらも白石が手掛けている。全作詞、作曲、白石実。のる。2011年10月26日に発売された、安中さん、関口ゆりや、桜井先生、中村先生、校長先生のキャラクターソング。オフボーカル版の収録はされていない。全作詞、作曲、 編曲、全、山田健一。ドラマ CD シリーズを通して、音響監督、音楽スタッフキャストともアニメと同一で、アニメの制作委員会である篠の目研究所が、制作協力を務めている。脚本監修は、アニメのシリーズ構成である、花田時、脚本協力は、サッツが担当している。アニメの裏の場面を描いている話もある。 日めくりの通りに一日であったならついたちのことを一人のキャラクーがつぶやき次の日は別のキャラクターがつぶやく形式。全4巻。全作詞、作曲、編曲、全山田健一。タイトルは日常のラジオ。2011年2月25日より、ランティスウェブラジオで毎週更新されていた。 2011年12月30日に配信された第45回をもって放送は終了。番組は、篠の目研究所編と自定高校編の二部構成となっている。本、ラジオダイジェスト版が、ブルーレイ、DVD 特装版の特典 CD に収録されている。月刊少年エース2011年5月号に、新規収録の出張版 CD が付属した。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。